はい、こんにちは。ゼルダです。ムジラの特化、ムジラの仮面、プレイ実況です。今日からちょっと寄り道をしていこうかなと思います。ハートのかけらを集めて、ライフをどんどん増やしていこうかなと。というわけで、まず何をしようかなっていうところなんですけども、まあ、ここら辺ですよね。ここら辺、ちょっと多分、村の人たちの、話を聞きながら、まあちょっといろいろやっていこうかなと思います。まあいろんな人に話を聞いたりなんかしながら、まあ何をして、あ、キータの面だ。あれ、ちょっと待って、これ話しかけられない。あ、なんか入れてる。これって何するやつだっけ。手紙入れるのかな。手紙持ってないのかな。お、これなんか壊せるんじゃない、もしかして。街をね、まあ、ちょっと探索しながら、まあちょっといろんな人に話を聞いたりなんだりして壊せるね。お、チェック。お、なるほど。よっ、ミニゲームもね、どんどんクリアしていかなければいけないのかな。チェック、町の射的場。ああ、こういうのね。よっ、ちょっと脱ごう。あれ、これ話しかけら、話しかけられるわ。よっ、喋る。あら、かわいい耳、たぶんカミカミしたくなっちゃうわ。ちゃんとは右耳、私はそうね、左を叩こうかしら。いやね、あなたほっぺが赤くなってるわよ。あら、恥ずかしいのね、おじさん、おひげでチクチクしたくなっちゃうわ。ほほほほ、怖いわ。普通に。あ、このお店はね、知ってる。なんかね、お面を持ってこいって言われたはず。だから、お面を。持ってないだろうな、持ってないな。お、朝10時から夜8時まで。蝶々あったね、今ね。そういえば、ちょっと待って、フォトカツのスタミナが全部溜まった。まあいいや、それは置いておこう。あー、蝶々、蝶々話聞けるな。ちょっと待ってれば開くかな。あ、ロマニー、ロマニー助けなきゃ。夜2時半にお化け退治の助っ人。よし、まず、そうだ、今日はロマニーを、ロマニーを助けに行こう。よいしょ、ロマニーを助けに行こうかな。なんだ、お、すまんな、通してくれ。宿屋か。お、ポストマンだ。ポストマン、ただいま仕事中なんだ。話してください。ロケットが来るのだ。あのこれは確かにお届けしたのだ。あ、待って、この手紙はどこで。ポストなのだ。そうじゃなくて、どこのポストで。どこかのポストなのだ。そうじゃなくて、どういうこと。秘密なのだ。そうじゃなくて、どういうことだ。なんかあったのか。ちょっと待って、団員手帳、団員手帳。アンジュさんかな。ん、これ2つに分かれてるってなんかあるの。ポストマン、あったあった。ちょっとポストマン追ってみるか。いや、ちょっと今日はロマニーはどうにかしたい。
待ちな待ちな、あいつをちょっと追ってみるか。じゃあポストマン追っかけてみようぜ。ポストマン、ポストマン、ポストマン何してるの。おおおお、ポストハウス。お、何してんだ。4、5、6。お、うわ、びっくりした。トレーニング邪魔しないんだ。今は時計を見ないで頭の中で10秒ぴったり走るイメージトレーニングをしてたところなんだ。バカにするかもしれないけど、これ結構難しいのだ。やってみる。はい、はい。ああ、惜しいね。いいだろう。はい。ああ、めっちゃ惜しい。でもこれさ、無理じゃね？無理じゃね？ 100 分の1までやるんでしょ？それはちょっと無理だわ。あ、チェックチェック。お、今日のスケジュールとか書いてあるのか。朝回収、昼配達、夜練習。今夜？夜じゃないでしょ。まあいいよ。ああ、ちょっと待って。あれ、ロマニーのとこ行かなきゃいけない。あれ、もう時間切れですか。よし、ロマニーのところに行きたい。あ、ロマニーどこ。あ、もう時間ギリギリだわ。ダメだな。ちょっと、今、蝶々のとこ行くか。蝶々の行くとこ。道場。蝶々の家、あっちだったかな。ロマニを助けるのはまた今度でしょ。ポストマンのせいで変な時間使ってしまった。あ、ここだな確か。よっ、蝶々はいるかい。なんかご用、あ、蝶々さんのお部屋、なんか会議っていうのをしてるみたいなんですよ。右の部屋が応接間兼アラマ夫人の桜ありますよ。えらいセクシーなお姉さん。お、蝶々に話しかけた。よ、蝶々。すでにほとんどの住民は自主的に避難しました。蝶々の指示を待ちきれずにね。残る公務員と聴衆だけ。蝶々、並びにカーニバル実行委員にお願いします。町にいる全ての人たちに避難確保を出してください。まあ。こしくどれ、本気つけをつぶるもってとか、おかしな電話しんて、あつらでだだ。蝶々はパニックを防げなかった町の捜索と聞きなさい。事態の把握だと、カーニバルの中止こそあってはならない事態だ。そうですな、町長。まあ、本気で言ってるのか、武藤。貴様の目には、あの不気味な今のこの目が入れないようだな。私もこれなら、韓国でごて返してる時期だ。そういうことだ、街はガラガラだ。だが、人あっての会にもあるだろう。商人や徴兵を巻き込むのはやめてもらおう。徴兵を見るだけの目は、我々、長州は、イニシアの式典に従い、会にもら成功させるわい。街を捨てる時期だの、聞いたことないな、焙煎よ。あれも奥様もそうおっしゃるでしょうな、ドトール少将。嫁さんの話はやめようよ。で、町長が毎日、これか、毎日なんかやってんだよな。毎日チェックしなきゃいけない。あ、爆弾屋のおふくろさん、そうだ、思い出した。あれ、なんかね、襲われるんだ。それからそれを助けないといけないんだよね。お、やる気だ。
あ、夫人。人探し？私の息子のカーフェイ。あ、カーフェイ？聞いたことあるな。カーフェイ。はい、いいよ。カーフェイのお面。人探しを押し付けられた。カーフェイ、聞いたことあるよな。ないかな。あれ、時の回路に出てきた？出てきてないかな。カーフェイです、どうも。やった、何人目？おばさんしつこい。だからカーフェイ、アンジュとの結婚ペケしたんじゃないですか。アンジュ？アンジュ？アンジュ、誰？アンジュさん。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、アンジュさん、お、これなんかあるぞ。これアンジュさんに聞き込みをして、あんたもカフェを探しているんですね。お願いがあるんです。彼は川辺さん、探す手がかりがあるんです。今夜夜の11時30分にうちの厨房に来てください。何しろその時11時30分、 OK、 覚えておこう。11時30分ね、 OK。 はい、はい。邪魔しない。まだ他にもなんかいろいろ聞けるかもしれない。爆弾や。よう、ようおじさん。お？あ、違うごろ。違うごろ。他のお店に聞いてみようか。カーフェイ。カーフェイ。お、よう。カーフェイ。いや、知らんで、そんな子。知らんか。マニア。夜10時から。ここ怪しいな。あら、話をしませんか。上に登れないかな、これ。そういえば、無理だ、登れないな、さすがに。そういえば、結構前に、プレイしたときに動画には残してないんですけど、ここでね、仮面をもらったのを覚えてる。はいはい、あ、このおじさん、このおじさん。はい。
僕はね、昔動物楽団にいたんですよ。犬とかロバとか。なんで人がいるのか、なんでそれでしょう。それは人も動物だからさ。人間だって動物だ。みんないいやつだったよ。でもね、気に入らないことが一つあったの。それは、なんで犬がリーダーなのさ、なんで犬がリーダーなのさ、それは僕が悪いのか。それがさ、すごいやつでどんな動物相手でも立派な楽団にしちまうんだ。ほう。だから僕が盗んだのさ、犬のお面を盗んだのさ、リーダーのお面だから欲しかったのさ。リーダー教え上手でね、大の成長早かったな。アクティブに心配さ。そう、これだ。そのお面がこれです。ブレーメン。C で被ると動物の子供がリーダーと間違える。なんかある。これなんだっけ。小木がこって、これ何もない。カフェじゃない？ちょん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 。いやだ、いや、指で、指でやろう。あれ？出てこない。あれ？なんだ？あのカフェじゃん。遅いか、さすがに。あ、結構つながったね。結構つながったわ。だって朝さ、あのポストにキータのお面で手紙入れてたのがカーフェでしょ。で、その手紙をあのポストマンが、ポストマンが回収してアンジュに届けてたじゃん。で、それが巡り巡って今手元に来て、今のうちに出しとく。アンジュの彼と会う約束をした。アンジュの彼と会う約束をした。あ、これは間に合わなかったってことですかね。で、ポストマンかな、次。そうだ、ポストマン、ポストマンが配達してくれるんだ、今の手紙を。さて、朝9時になったぞっと。お、来た、ポストマン来たぞ。はい、ちょっと後ついていこうか。どういう動きになるんだろうな。ああ、もう回収するよね。
ポストマンのついていこう。なんか走るの速くなったぞ急に。はい、すいません。へい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 、よいよい。あ、先に走った。で、これで回収からのお届けでしょ。あ、持ってる持ってる持ってる、手紙持ってるよ。あ、まだ回収か。いや、これ届けに行くだろう。あ、違うのか。あ、出てきた。今配達に行くんだな、これから。面白くなってきたぞ。消しよう。これ向こう行っちゃうでしょ。あー、来た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 。あー、来た来た来た。あー、すいませんね。じゃあ先行って待ってますね。来た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 よ。私もいます。あなたにお手紙ある。待て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 。あ、開いた。緑の帽子、緑の服。アンジュの手紙にお前のことが書いてある。カフェを探してるらしいな。お前秘密を守れるか。守ります。アンジュはお前を信用した。僕も信用しよう。僕がカーフェイだ。
あんたね、私たちが探しているカーフェは大人なの。あんたどう見ても子供じゃない。お面をかぶった変な子鬼にこんな姿にさせられたのさ。でも隠れてるのはこの姿のせいじゃない。僕はこの姿にされた時、北門の祠に住む大妖精に相談しに行った。その途中、ひょこひょこ歩く笑い顔の男に大切なお面、婚礼の目を盗まれたんだ。え、あの、なんだっけ、仮面商人、お面商人みたいなやつ。あんた、どうしね、私の相棒みたい。結婚式を前にして浮かれてたんだ。その隙を狙われた。あら、そう、お気の毒様。アンジが心配してるのは分かってる。でも今はまだ出ていけない。彼女に約束したんだ。婚礼の面を持って絶対迎えに行くって。このペンダントアンジに渡してくれ。あの商人から仮面取り戻さなきゃいけないのかな。アンジュに届ける約束をした。 OK、 届けるぜ。私がポストだった。じゃあアンジュのところに行こうか。とりあえず今行っちゃって大丈夫かな。人知れず夜に行かなきゃいけないとかそういうことはないかも。大丈夫だよ。よいしょ。はい、どう。あ、彼に会いましたか。ペンダントだ。カフェからです。あ、ありがとうございます。幸せそうな笑顔だ。第二手帳に書き込んだ。なんとかしなきゃいけないな。で、アンジュさんにペンダントを渡した。まだイベントがいくつかあるぞ。町長の家に行こうか。町長の屋敷に行ってみようか。よ、まだやってんのか。そんな言い争いを。全員避難だ。カーニバル続行だ。全員避難だ。カーニバル続行だ。うん、うちは進まないね。アルマ夫人のとこ行ってみようか。な、誰かいる。ダルブルのマネージャー。風の魚ってあれじゃん。なんだっけ、ああ夢を見る島だったっけ。おお、ちょっと待って、なになになに。トトさん、トトさんどこ。なんでいきなり。さっ、させこれ。あ、ゾーラのあのゾーラホールでのあれを、あれしてから来なきゃいけないの。
で、次何するんだっけ。渡したから、あいつだ、ちょっと待って、時計塔のところにいるやつだ。お面屋の、あれどこ行くんだっけ、こっちか。お面屋に会いに行って、お前だろ、これじゃないんだな、これをつけていかなきゃいけないな。カーフェの面ですね。その面には母親の心配した気持ちがよく表れています。ただ残念ながらその面は私探しているお面じゃありません。婚礼のお面を持っているはずだぞ、お前は。マリオ、マリオだって。どうすればいいんだろうな。ペンダント渡したからとりあえずカーフェのところ行った方がいいのかな。カーフェのところ行ってみるか。渡してきたよ。マジか。マニア、マニアのスケジュールあったよね。ある、あそこでしょ。3日目の夜、3日目昼か。待つか、待ってみるか。ちょっと待って、これのことか、あのひょこひょこ歩く男。ボム袋、あ、話ここで繋がってんのか。ボム袋を盗んだ男があいつの婚礼のお面も盗んだから、行った、こいつだ。あ、こいつイカーナ渓谷だかなんかにいた男だ。あいつだ、こいつ。ねえ、あの剣盗もうとしたやつ。100、いやな、足元見てんな。200、なんや、回せてほしいんか。お前爆弾で売るもんやろ。爆弾にケチくると。分かった、それで手を打つよう。でもおっちゃんも同罪だね。アホ抜かせ、小林は全員の第三者や。わしは何も知らんのや。流れてきたらガグ、困ってるお人を助ける事前授業やボケ。わ、分かったよ、じゃあお会計。
ほな、50。確かに私だで。え？今100って。まだ下げてほしいんか。結構です。足元見やがって。こいつだよ、こいつ。悪いやつだ、こいつ。出てくるのかな。出てこないね。出てきた。待て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 。違うか。でとりあえず売ったもの、ボム袋か、これ。ボム袋買い戻す。嘘。え？鍵がかかってる。開くまで待つしかないか。来ないな。開かないな。どうしたらいいんだろう。イカーナ渓谷に行った方がいいかな。あれ、イカーナ渓谷だったっけ。ちょっと行動遅すぎたかな。逆になんかそのマニアに行ったところでもうすでに追っかけとかないといけなかったみたいな、あるかもしれない。確かここだって。うん、そうそうそう、あのタコが2匹いるところの手前でうろうろしてたから。ああ、ここか。よいしょ。ここ。これ間違いない。カーフェ先に行っちゃったのかな。あれ、ここだっけ。ここだよね。サコンの足とセキュリティは万全です。サコンの足と、あいつサコンって言うの。あ、カフェいた、カフェいた。やつを見つけて、やつはこの辺りを狩場にするスリでサコンって言うらしい。夢店に行ったんで後をつけてきた。この岩手の向こう側に住んだものの倉庫から、これはサコンしかけられない。まずさ、アンジと約束したんだ。奴はきっと現れる。オッケー、待つぜ。あ、サコ帰ってきた。サコ帰ってきたぞ。あいつが扉を開けるまで待ってなきゃいけないな。めっちゃ待った。もうね、多分10分ぐらい待ったんじゃないかな。そこまでは待ってないかもしれないけど、多分10分ぐらい待ったような気がする。おおっと、あ、ちょっと見て、お面が飾ってあるわよ。太陽の面だ。セキュリティが発動して、しまった。オッケー。踏んでるだけドアが開く仕組みだ。オッケー、踏むぜ。おおお、ドアを開ける資格がこの部屋にもあるはずだ。あ、おめえが。穴がある。あそこに落ちたらダメか。
私これを、さて、動かない動かない動かない。え、動かないよ。どうすんのどうすんの。どうすんだよこれ。え、いや動かないし。え、何よ何よこれどうすんの。え、何が意味が分からん。え、え、全然動かないけど、どうすんの、交代してんのかこれ。は、え、何何これ倒すのか。やべえ。やべえぞ。切れた。早く早く。これなの。あ、遅くなった。やべやべ、早く急がなきゃ。あ、順番あるのか。あ、わお、これやり直しできないんだ。マジか。これきついな。これも時間切れだ。ちょっとやり直そう。はい、というわけで、ここまで巻き戻してきました。これ一回初日までリセットしてイベントをこうね進めていかなきゃいけないんですよ。まあ、ある程度キーイベントだけパパパパってやっちゃえばいいのであれなんですけども、若干ちょっとめんどくさい。その分なんかここのアジトの中が簡単っぽくはなってるからね。うん、とりあえず一つ目の部屋をグッとボタンを押して花倒して、でススッと青いボタンを押して花倒して、でその後まで、あ、来た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 ぞ。イメージトレーニングはしっかり、イメージトレーニング、よしよし、ここさささよし、うん、オッケーオッケー、行くぞ。あっ、よし、はい、セキュリティは万全です。で、分かってるのは止めればいいじゃん。まあまああれだけどさ、そこ触れたらセキュリティ発生するよっていうのね、ちょっと教えてあげれば。そこはね、野暮な話ですよ。よっ。オッケー。よし。
さっとすっとまずこれまずこれ OK よし行くぜよし OK 開いたでスイッチを踏まないようにスッといく OK そして倒すはい倒す OK でどうするんだこれこっちかOK あ、これベルトコンベア遅くなるんだっけ OK よしよしいい感じいい感じいい感じ超いい感じお前かOK 倒したあ、待ってこうかよし OK これでいけるはずこうかここを押すとこうだあぶないえそんなギリギリだったっけまあいいまだ間に合う待ち行かなきゃよしおっ早っ早っあの面取り返してどうするつもりなんだろう待ってよあの面取り返してアンジュのところかなあそうだアンジュのところアンジュさんのところに行かないそういえばアンジュさんってお母さんいなかったっけお母さんおばあちゃんで鍋釜店こっちかドキドキしてきたあと5分しかないぞ鍋釜亭に入れるぞどこだこっちか違うかこっち厨房だもんな違うなよしどこだどこだ上か上の従業員用のここかあここだ違うっぽい。あ、あれ？カフェは？え、カフェは？あれ？あれ？カフェのところに行かなきゃいけないか？ちょっと待って。ちょっと時間遅くしていいですか？ちょっとさすがに時間が足りない。間違えた違う逆さ歌こっちだはいしこれで OK でカフェのところに行こうまず。カフェのところでいいのかなっていうか今更の疑問だけどうわ違うぞえちょっと待ってあの時間まで待たなきゃいけないってこと？違うでしょ？え、マジで？
消えまで待たなきゃいけないのかな。あ、なんかあるじゃん。ルピーかい。ルピーかい。だって今お面持ってないでしょ。待つか、待つしかないか。来た来た。私、あなたに会ったことあるわ。懐かしい匂いがする。遠い昔、そう、まだ小さかった頃、私たちは約束したわね。月と太陽のお面を時のカーニバルの日に交わそうって、結婚しようって。嬉しかった。アンジュ、遅れてごめん。お帰りなさい。へへ、恋人同士なのにまるで親子みたい。約束のお面を交わそう。ほっ、合体したのか。僕らは誓いを交わし、夫婦になった。あなたたちは証人よ。このお面を受け取ってください。夫婦のお面をいただいた。二人の愛がみなぎっている。あなたたちは逃げてください。私たちはもう大丈夫です。明日を二人して迎えられるんです。あ、なんかクリアしてないイベントがあるぞ。あれ、また違うあれなのかな。アルマ夫人、アンジュのお母さんいて、あ、いた。あ、ここもなんかやってないな。さては、なるほど、ここなんかあんのか。とりあえず時間ないからあれしよう。こういうイベントがあったんだね。てかカーフェはなんで子供になってんの？そしてカーフェは子供から元に戻らないの？よくわからない。じゃあ今日はこのぐらいにしておきましょうか。特にもうイベントないよね。はい、というわけでゼルダのエース、ムジラの仮面、プレイ実況第25回、寄り道プレイ実況第1回かな。はい。というわけで、アンジュとカーフェのイベントを進めてみました。終わったのかな。次回はまた何か違うイベントをやってみようと、探してみようと思います。それではまた次回。バイバイ。